知り合いの範囲でですけどキャラクター絵画って何だと思うみたいなインタビューをーインタビューっていうか、まあ、会話ですけどね<ー>聞いてみたんですけどん<ー>なんかやっぱみんなバラバララですね<ー>それこそ手ですねあのこう描いてる感じを内面化して<ー>それを絵画。 に落としてる人たちはキャラクター絵画って呼れるんじゃないかと私は思っています例えばあのドカベンでいうといわきが勝手にホームラン打っちゃったって有名な話があるじゃないですかキャラクターが動き出すあれって本当なんですかであ,あれね、俺の感覚でいうと本当あ、本当ってかね僕がやれるかどうかはわかんないけど, <laughs> ど<う>水島先生がそれを考えるには十分なバックボーンがあるかなと思うドカベンってキャラ漫画だから基本的にもういわきがこう振ったらそれ直すとかないわけですよこっちの方が正しい 全然三振するシーンなわけですよまあ、いわきだから思いっきり振って三振するだろうなと思ったらあまりにいい振りを書いちゃったからホームランにしちゃったっていう伝説なわけじゃないですかこれって何が正しいのか全然わかんないじゃないですか連 <laughs> 漫画の連載ってそんな感じで5巻ぐらい続いちゃえばあとはキャラクター勝手にシーンに当てはめていけば リアクションとかかかも全部わるるるらら自動的に作れぐいまでな映画作りで言ったらキャスティングディレクターが何を考えているかを見た方がキャラクターが何かかがわるってことね僕はねそれすごい大事だと思っててそれこそさ「バック・トゥ・ザ・フューチャー」も最初マイケル・ジョーフォックスじゃなかったってさほとんど撮り終わってもう全然だめっつって全く同じ筋立てでマイケル・ジョーフォックスで撮り直したら名作になったあれは本当に背の高さといいね。 完璧ですよ、うん、要するに都市化する前までは人間はさ、うん、生まれた集落で全部が知り合いでそのままそこで死んでいく人だったから知らなないい人っていなかってかたんだ,よだから我々日々さ知らない人に会うけどこれは多分人類の歴史からするとかなり異常なこと。 <で>まあ言われてみれば確かにそうですよね。これ都市化出現以降でその時にやっぱりこの人はどういう人なのかっていうのを見た目で判断したいっていう欲望が人間に生まれてそれをまあ衛生科学なんだけど引き受けたのが乾燥術って言われるでこれは不幸なことにその後ナチスとかの優勢学と結びつけられて<う>ポーランド人はこういう顔してるから<う>劣悪な人種だみたいなことっていうふうに使われちゃうのがこの乾燥学使われなんだけど。 要するに人間は顔を科学的に客観的に撮るとそれで他の個人と区別できるんだっていうことはこれは発明なんで我々は証明写真当たり前だと思ってるけどあれ全然当たり前じゃなくて要するに人間の顔を一つ一つ違うんだっていうことっていうのは単に発見であり発明なんだだから僕が今興奮したのはだから漫画におけるキャラの参考にマグショットを参考にしたっていうのは結構これ重要な話なんだよ。 漫画にお受けるキャラの作り方に犯罪者を管理するための写真が資料として使われたっていうのはいい話っていうかすごいな熱いなな今、キャラクターが問題を起こすっていうのも納得ができちゃうだないんで俺の中で。る事件を起こさないとキャラにならないんだ。 似顔絵って不思議だなと思っていて、うん、似顔絵不思議だよ、ね、でこれはそう人をキャラクター化する、本当にいる人をキャラクターするってことかなと思って、まあ、それで、これ、上田さんと東さんですね。うん、ですよね似顔絵はやっぱり顔だけかい見ても描けないそうなんだよ似てるだけだったら、なんか似てないんだよね。ね写真一枚もらって、この人描いてって言われても、描けないんですよね。わ、うん、かる 総合的な印象みたいなのを思い出しながら描くんですよめっちゃわかるタズマイっていうことはいタズマイっていうことであの右側東さんですけどこれわかるこれは東さんっぽいね実際こういう姿勢の姿をそんなに見たことないそうそうないはずなんだけどいつもこんな感じがするこんな感じしますよねする ったた佇まいっていう話でやっぱ仕草大事なんですよねでなんか東さんって実際に体の外にあまり手が出ないなっていつも思ってて今日は皆さん最後までお聞きいただきありがとうございました。 キャラクターっていう概念がいかに複雑に社会と結びついてるかっていうのを皆さんお分かりいただきたと思うんですけど 2> <laughs> <は> 2> 第2回をやりましょうやろうね、はい、これ、はい、楽しかったよねなんか、はい、俺たち今回、はい、完全に入り口について喋ってる感じがった、ね、いやそうですね <laughs> 壮大なイントロでしたね <laughs> <laughs>